はい、皆さんどうもこんばんは。札幌吉本食後たけに大林義弘でございます。さあ、今回も、バカハザやっていきたいなと思ってます。前回がね、後でね。前回がね、進歩なしという状況だったんで、今回は進めていきたいなと思っております。さあ、ということで、水鉄砲は取ってんだよね。じゃあ、これ、上行って、あれ落としてかいけない、いかん、あ、なんだ、なんだ、像を落とさないといけないってやつね。思って投げたもんですよ。分かって、落とせ。よし、オッケー。よし、オッケー、オッケー。で、ここからですよ。アホヤが死ぬ可能性があるから、とりあえずね、先行きたいなと思ってます。先進めたいなと思ってるんで、ここを逃げる。よし、いいよ、いいよ。おわっと、逃げて逃げて。よし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 、よし、いいよいいよ、今日いいよ。逃げれてるよ、大丈夫だよ。逃げれてますよ。ちょっとね、倒すか、倒していくか。倒していくか、これ。倒していくか、しょうがない、倒すか。あそこ、ドア、次のドア越えたときに、倒していきましょう、敵を。今、バカかな？できるのかな？よし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 。はい、いったね。はい、これは後で。で、これを、危ない。よしよし。よしよし、いいよいいよ。これで、で、こいつも入れたら、ここをさばいて、おーと。で、この後は倒す。倒す。倒す。この後は倒す。ちょっと水鉄砲、水鉄砲。水鉄砲を装備にして、よし、いいよ。いいよ、いいよ。よし、倒した。で、こいつ倒して、うわ、まだいっぱいだ。うわ、いるね、いるね、いるね。逃げ。やばいよ。いやー、超むずくない？このゲーム。なに？火力ゲージ表示を使えば仲間の敵の丸みや。なんでこれ？ちょっと見たい。いくらぐらいなの？課金したくないけど、いくらぐらいなの？ちなみに。買わない！ 240 円か。値段的に悩むよね、こういうのってね。やっぱり課金って、意外とさ、安かったりとかするからさ、その1回2回やったらね、毎回買ったらさ、高いよ。まあ、こういうさ、なんかずっと使えるようなアイテムだったら悩んじゃうよね。
私もういいわ。もう連打だよね。で落とす。で出し出し出し。違う。危ねえ。よし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 。出し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 。おいし。で水鉄砲。で水鉄砲だよね。そうだ。よし。敵出てくるかわかんねえんだよな。死ねるよ。間違えた。オブダムオブダム。おやば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 よしよし。よし、あぶねえ。めっちゃ緊張感あるこれ。あと何人いる？あと二人いるのか。一人倒して逃げ切れるかな。よしよし。違う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 。なんで前出た今。一発もう一発。よし。いやこれ緊張感あるねこれね。あと何発だ。あと2発か。もうこれしかねえじゃん装備で。だからもう普通か。いやこれはやばいね。これやばいね。よっしゃ巻いた。よし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 。うわぁ初初セーブしたい。セーブしたいよ。うわぁ敵いるじゃん。うわぁうわぁめっちゃいるやん。中に中入る。うわ危ない危ない。おほのちゃん、このとこにいたのだ。バカボン君、おやくん。私を涼しいトンビに追いかけられて、それを言うのはゾンビだろう。ここに逃げ込んで隠れていたの。おほのちゃん、大変なのだ。ミニマツ君がゾンビに食われて死んでいたのだ。ミニマツ君が。この館おかしい、事件の匂いがするわ。ジャーナリストとして調査しなければ。行きましょう、バカボン君。僕も、俺様をごめんだね。ちょうどベッド回して、ここで休んでるぞ。お前は二人で行ってこい。ずるいのだ、アホヤ君。いいか、行こうよ、バカボン君。お？っていうことは？ちょっと待って。はぁー！元気になったー！よいしょ。あ、やった。絆をスプレー。やったー。なんだこれ、鍵。やかさん鍵。よーし。これは取れないな。あ、ボックスか、これ。ボックスか。結成って書いてあるっすよ。よし、これそ、これセーブしよう。これセーブしよう。よっしゃー。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。これ幸先良くない？これ。で、この鍵は何の鍵だ？喋る。あ、イカあった。イカあった。結構戻らないといけない感じか。一回あったな。
かどこだったの、下か、下か。カニー。おお。うわぁ、倒産もしてんなぁ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いけ、いけ、いけ。うわぁ、そういうタイプね、そういうタイプね。はいはいはい。よし、降りよう、逃げよう。一旦寝た、逃げよう。攻撃させない。ああ、いかかった。よし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 、食べる食べる食べる。やばいやばい、もうやばい。ねえ、使いたくない使いたくないけど使いたくなかった。やばいやばい、これはやばい。よし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 。次タコ、違うイカだ。よし次の部屋。いいよ、進んでるよ、これ進歩あるよ、進歩あるよこれ。うわ、はい、いいよいいよいいよ。普通に仕事のやつが来たね。お、なんかある。うわー、連打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 。危ねえ、何これ。ショット水玉だ。うわ、取る取る。何ショット水玉って。何これ。真面目な飼育係の日誌。警備員の抜け山と研究員ののろみや愚川から水鉄砲の打ち合いに誘われたが断った。今水鉄砲の打ち合いが流行っていて、肩中にいろんな水鉄砲が落ちている。全くまるで小学生だ。今日研究員たちが新しい生き物の世話を依頼された。犬のようなうなぎのような異様なうなぎ犬だ。ちょっと可愛いなと思った。大事に育てよう。今朝5時ごろ、宇宙服のような防護衣を着た抜け山に起こされた。研究所で事故があったらしい。研究員たちは夜も寝ないで実験に没頭しているから、こういうこともあるのだろう。昨日から引き続き防護衣を着たままでいるようにと連絡があった。仕方ないが中が蒸れるのは勘弁だ。イライラするのでこのワンコたちに水鉄砲を打って遊んでやった。やけに痒みがひどいので医務室に相談に行った。私はもう防護衣を着なくていいで、着なくてもいいそうだ。嬉しくて浮かれた気分だ。真面目に、仕事ばかり人生が、気にばかりしく感じ。ここから解放されたので気晴らしに研究室の水鉄砲で遊んでみた。特別に調合した赤い水で臨場感を出しているらしいが、私の肌に合わないのかヒーヒーして途中でやめた。朝起きたら背中だけでなく足にも腫れ物ができていた。ワンちゃんの檻を見たら水引き足りない気がする。おととい一緒に遊んだ時鍵をかけ忘れたのかも。でもまあいい。あれ、昨日日記かけなかった。難しい感じわからない。夜体中熱いかゆい。腕の腫れ物かきむしたら肉が腐り落ちた。なんか笑える。最近毎日楽しい。怖い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 。やっと熱引いた。もう、とてもかゆい。今日腹ペコ。ワンワンの餌食べ。おお、中山来た。変な顔笑える。だから殺しうまかった。うわうわうわ、怖っ。いやーいや、楽しそうじゃねえよ。いや、まあ確かにな。いやー、びっくりした。ちょっと怖いじゃねえかよ。いやー、ショットガンの弾があるのか。
いよいよ来てるよ、どんどん来てるよ。何これ、何これ、ここにさ入れ歯入れるとかじゃないよね。いやだよね、びっくりした。なんか玉とかじゃないの、あの落としたやつは。あれを入れるとかじゃないの。うわ最悪。レナ、すげえな、レナで倒せるんだな。今初めて知った。よいしょ、次の部屋ゴーゴー。あれ戻ってきてるね、これ。違えた、戻ってきてるね。え、いかの鍵、よし。めっちゃ開けまくってるよ。これでボスとか来たら俺死んじゃうね。お、なに、強制だよ、強制だよ、すげえ怖いよ。ここはバーね、なんだか大人の香り。くんくん、大人に言うなんてしないのだ。もうバカ分ただお子様ね。誰そこにいるの。え、なに、私じゃないよ、今の声、聞き覚えが。やっぱりバカ分くんね、赤野ちゃん。え、ウグイスちゃん。変な化け物が暴れて追いかけてくるから、ここに逃げて中から鍵かけた。同じ班の三角くんとミニマツくん、それから引率の秘密先生とはぐれちゃったんだけど、あなたたち会わなかった。ミニマツくんは何、どうしたの。ミニマツくんはゾンビに殺されてしまったのだ。何それ、やばすぎじゃない。ウグイスちゃんの話によると他のクラスメートもこんな館に迷い込んでるみたいね。誰かいないか探しに行きましょうよ。わかったのだ。少ないこの辺、あれ全然怪しくなかった。いや、ピアノなんか怪しいな。出るか、出るか、イカは他にもあった気がするぞ。これ溜まっててくるか。これ飴玉さ、虎の口の中に入れたりとかできない。こうできないのかな。何を食べてるのこいつ。よいしょ。おお、ヤッキー、ヤッキー、ヤッキー。人死んでラッキーもクソもねえけどな。トラ、トラこっちだったよね。ここに飴を使うと、
キンクレスト。何？チキンクレストって。六角形のクレスト。ニワトリ？やべ、ここは見てねえぞ。見てねえぞ。倒しとこう。うわ、倒しとくわ。連打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 。これ相当連打してるよ、今。嬉しい。よし、もうなんか倒せる気がしてきたぞ、今後も。よっしゃー、次の部屋。多分もうそろそろセーブできるところをお願い。これってさ、もしかしてこれじゃない？あ、違った違った、こっちか。え、違う？ここ？違うか。なんか使うのかなと思ってて、ここでもダメなのかな。違うね。これなんだ、全然わかんねえ。ポンプ、噴水、まあ、なんかあんだろうな。まだちょっと情報が足りない。さあ、続いての部屋おすすめ。え、なんだこれ気持ち悪い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 。なんだこれ。これか、それでこれか。え、違う。あ、なるほど、ここか。ここで使うのか。こうだ。はいはいはい。おお、すごい。じゃあまだ草が枯れたのか。ちょっと待って、もしかしてこの上のやつって？昆布ー！よっしゃー！ん？やかたん鍵、タコ。全部捨てれないやつよね、これね。マジか。ショットガンはな、今いらないのな、本当はな。ちょっと、この昆布だけ取っておこうぜ。開けてこよう、開けてこなきゃ。ここちょっともう一個戻ってこよう。びっくりした。びっくりした今。あれ、ここだっけ、ここだっけ。違う。タコのまく。すげえ。アホのちゃん殴ってみたい。よし。ちょっとこれ、難易度下がったんじゃない？もしかして。そんなことないかな？で、ここに、とりあえず、ショットガンはいらないな。ショットガンいらないでしょ。入れ歯も今はちょっと使わないのかな。使わないよな。やばい、ちょっと置いとこう。で、赤いやつと、あれを取ったら、
しまいだな。よし、まあ今日はこれぐらいにしていきましょうか。じゃあよし、かなり進みましたね。かなり進みました。ですのでね、また次回こちらやっていきたいなと思っております。また、皆さん楽しみにしていてください。今回は良かった。爆破座第何段か忘れましたが、いや、また、やりたいと思います。札幌吉本職オタク芸人大林義弘でした。どうもありがとうございました。バイバイ。